こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は枝豆を定食していこうかなと思っています。種類はおつな姫という品種を植えます。ポットに種まきをして結構伸びていますので早く植えないといけないかなと思っていますが、植え付けが1ヶ月以上遅れました。ちょっとヘチのことをしてまして。それ種まきが遅れたきということ？そう。他のことしよって種まきするが遅くなってる。そうそうそう。それでやっと植え付けができる段取りになってきましたので、今日は定食をしていこうと思っています。枝豆はマルチをしてなかったら雨が降ったりお水をかけたりした時の跳ね返りで泥が豆につくのでマルチをします。植え付けの時にそんなに深く植えないですので、実がなったり葉が茂った時倒れる可能性があるので途中で土寄せをします。土寄せをすることによって木が丈夫に育っていくと思いますので、その時はマルチをめくって土寄せをしていこうと思っています。ですから最初に作る畝はあまり高くしません。低い畝で植え付けをしていこうと思っています。マルチは必要よね。うん、マルチはあった方が泥跳ねが心配されますので。そうね、うん、枝豆ってそうそう口の中入れて実だけ取り出す、その時に泥ついちゃったら、いや一応洗うのは洗うんですけど毛がちっちゃいのがいっぱいあるので少々洗っても泥跳ねがついてる場合はなかなか綺麗に落ちない場合があるのでマルチしちゃった方がいいかなと思ってます。 そうね、それと丹波の黒豆を送っていただいたので隣の畝を種まきをしようかなと思ってます。丹波の黒豆は枝豆として食べることもできますし、収穫が遅れた場合は黒豆で収穫ができると。煮豆にするということ？そう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 。とても甘くて美味しいそうです。ですから今年は丹波の黒豆も直巻きをしようと思ってます。枝豆はポット、ポットもう一つは直巻き、そういう形で両方の植え方をすると。そうです。枝豆はおつな姫は、そう、おつな姫、茶豆、茶豆、美味しい、美味しいです。めっちゃ美味しいです。香りもいい、香りもいい。食べだしたら手が止まらん、もう次から次へ食べたくなる。ほいたら茶豆が嫌いじゃなかったら枝豆作るやったらおつな姫がむちゃくちゃおすすめということ？そうそう、うん、田中さんに教えてもらったからずっとそればっかりやね、うん、美味しい、もうめちゃくちゃ美味しい。茹でる時に部屋中にいい香りが広がっていくので外から入ってきた時あれ何この美味しそうな香りはっていうぐらい美味しい。食べたらさらに美味しいですから茶豆のおつな姫を今年も定食しようと思っています。それでは今から畝を上げていきます。枝豆おつな姫の植え場所は先日ごぼうをユンボに掘って畝を上げて種まきをしたごぼうの隣にまきます。ごぼうはきれいに発芽をしました。ここのごぼうの下を掘るときにユンボで掘った硬い土を結構入れてますのでカルス処理は一応しました。ですから土はふわふわです。結構上等の土になっています。そうやね、うん、さっき耕してみたけど、うん、もうすごいふかふかだね、うん、小豆が沈んでいくような形のふかふかね。そうやね、うん、でも石はたくさんある。そう、ね、やっぱり下から掘り上げた分、うん、出るけどまあいいわ。元肥はカルス処理した時の元肥、硫黄とエムリン PK を少し入れてる。もみ殻も入れちゃう。あ、もみ殻をちょっと入れました、うん、はい、はい、それではちょっと軽く、もうそんなに、これ石拾い言ったら進まんかもしれんね。でも石が気になるかい。気になる。なんぼでもあるで。うん、気になるやんこの石でっかい、うん、気になるけど気にしちゃったら終わらんね。終わらんね。こっつんこっつんとクワに石が当たるわね。そうやね。まあ進まんわ。Thank you.
畝を直していきます。できました。マルチある？マルチを持ってきます。マルチを貼っていきます。そっち足りる？足りないかね。ありました。よし、できた。これで枝豆持っていこうか。そっちかの俺、あげて先あげる。どうする？マルチもあるわ、そっちある。あるほら、そうしようか。先、はい、丹波の黒豆を直巻きをする方の畝もあげました。マルチもかけました。おつな姫を植える畝は幅が50センチの畝にしました。丹波の黒豆は60センチの畝にしましたので2畳植えにしようと思います。千鳥で一つ穴を開けたんですが、25センチ間隔で開けていきます。これはダイソーで買った穴掘り機です。ちょっと加工をここしてます。これで千鳥に種まきをしていこうと思います。マルチをかける前に黒豆の直巻きにする分は畝にたっぷりお水をかけていますので、これで種まきをした後発芽までもう一切お水をやりません。種が腐る場合がありますので、お天気が悪いっていう時は種まきを控えた方がいいと思います。お天気の続く日の種まきをすると種が腐らないと思いますので、そこが注意点かなと思います。次の日に雨降ったり、その次の日に雨降ったりしたら種が腐る場合があるということ。そうそうそう。発芽までは最初に畝が湿ってれば、あとはもう水をやらないというのが基本ですので。どのくらいで芽出るわ？1週間もすれば芽が出ると思います。もし出なかった場合は巻き直しになると思います。見たらわかる。いかんなっちゅう。芽が出るが出たらわかるけど。わかる。芽が出んかった場合、もう腐ってる可能性があるので、ちょっとほじってみて、種が腐ってれば巻き直し。草っちゅうというかどう見たらいい？種ほじったら草っちゅうの分かる。あ、見て分かるわ。分かるわ、うん、はい、それでは25センチ間隔で穴を開けましたので、ここに三流巻きをしたいと思います。それ間引くということ？そうしたら、そう、3つ電部が出たら1本か2本かに間引いていきます。3個入れて、へそ、このへそがあると思うんですが、へそを下向けて入れた方がいいということですので。変わるの？ん？変わるの？そっから芽が出る木。そら、うん、埋めたら一緒やと思うけどね。一緒っぽいけどね。うん、どっちでも気にするほどのことはないよ。ないよと思う。まあ上から見てへそが見えんように植えれば、真下であれ横であれ3つ並ぶ三角にということ。うん、3つ巻きました。もう1つこういう感じで、このへそをなるだけ見えないようにすれば、真下か横かに向くと思いますので、埋めて土を着せます。これで終わりです。今日はもう時間が1時過ぎたので、お昼のご飯を食べてから残りをやりますので、とりあえず 2,3 個植えてみます。丹波の黒豆の直巻きのところは鳥が食べますので、豆をトンネルに
して防虫ネットかけておきます。種まき全部終わったら、終わったら今日やるということ。そうそうそう、鳥結構来るかよ。来ると思う。木出したらもう止まらんきよね、鳥賢いき。この間高知新聞に、トンビがジャンバー取ってたいう話でちょっとか市中知らん。高知新聞の投稿で出ちょって、畑作業しよったら、新品のジャンバーを脱いで置いちょったらトンビがジャンバー捕まえて飛んでったと。あれらららら言うたらもうトンビがピュ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 ってオラになって、新品やったのにと思うと思うたら、後日なんとカラスがそのジャンバー持って上からポンと落とした。あららら戻ってきた。行ったらジャンバーがあったっていうかよ。ほんでちょっとまあ破れちゃったみたいだけど、カラスはうちにも来るけど、そのカラスは賢いというか、この人のジャンパーやと思って返しに来たのかね。そうやもね。いろいろなことあるね、すごいね。これがちょっと水が足りなくて、日和見になってますけど、まあ土壌支柱みたいな。土壌ですね。でも大丈夫、根はちょうどよ。ちょっと毎週けど、まあこれぐらいだな。これぐらいやったら大丈夫。これを植えます。植える側も穴掘ってみるだけ。穴掘っちゅうき、それに土と株元がちょうど密着するように土を着せて終わりです。これで植える前に水を底面吸水させた方がいいということよね。そうそうそう。だからその今のポットの土は結構水分含んじゅうということよね。そう。これで終わりですか。これで終わりです。残りは昼からにしますか。この二畳植えもそのまま二畳植えます。ん、二畳植えない、二本植え。あ、これも二本そのまま植える。うん、植える。それなんで二本だっけ。二個前中が全部二個前中がやけど一個しか出てない。あ、そうなの。出ちゃうやつ出てないやつが。そうなの。じゃあ昼にしますか。はい、これで終わりです。まあ植えるのは簡単ね。はい、今日は枝豆、おつな姫と丹波の黒豆を種まきをしました。種まきをするときには豆類はあまりお水がいらない、水分がありすぎると腐ってくるということですので、そこは注意した方がいいと思います。昔から枝豆はあぜ豆といって、田んぼの境界のあぜに種まきをして、花が咲く頃には水分がいるということで、あぜですので十分に水分もありますので、そのような育て方をしています。畑の場合は花が咲き出すと水分がいります。ですのでお水をたっぷりとかけていって、おいしい枝豆を収穫できるようにしたいと思っています。元肥は少なめでやるって言ったけど、追肥はするわ。元肥は少なめにしていますけど、追肥としてはあまり窒素分はいらないような気もしますけど、エムリン PK だとリン酸とカリとマグネシウムが入っているのでいいかなと思っています。それはどうして。カリ分とかリン酸系は花が咲いたり花の数が増えたり、おいしい豆が収穫できるということで肥料をやっています。それは葉っぱの状況を見ながらということ。そうそうそう、育ちの花芽がついてきたとか、そういうのを見ながら追肥はしていくということ。そうそうそう、そういう感じで美味しい枝豆が収穫できるといいですね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。今日のお昼は何食べるわ。ああ、ごぼうとさや豆を鶏肉と一緒に煮てるので、それを食べます。ありがとうございました。ニコ。さっき耕してみたけど、もうすごいふかふかだ。小豆が沈んでいくような形の、そうやね、でも石はたくさんある、やっぱり下から掘り上げた分、出るけどまあいいわ。はい、それではちょっと軽く、もうそんなに、これ石拾い言ったら進まんかもしれんね。でも石が、石が気になるかい。気になる。なんぼでもあるで。気になるやん、この石でっかい。